どうも、浜の YouTuber 宮野です。今回もプロスピエスやっていきます。月末恒例企画、契約書祭り9月分ということで、今月もね、月末ということで契約書祭りの方やっていきたいと思います。で、今月もなかなか溜まったんですけど、ラインナップ、ゴールド契約書がまず35枚ですね。で、10% 契約書が4枚、30% 契約書1枚。で、スランク契約書1枚。今回はね、ちょっとスランク契約書も引いていきたいと思います。で、あと1枚なんかあった気がするんですけど、まあ、そんなラインナップでやっていきたいと思います。はい。そう、これかな？プロスピタワーの、そのネクストスターの閲覧契約書なんかもあるんですけど、まあ、その辺も引いていこうかなと思います。まだ引いてないんかいって感じだけどね。まあ、やっていきましょう。で、今月ね、前回と違うのが、シリーズ2が追加されてるところですね。そう、前回はギリギリね、シリーズ追加前に引いたんで、まあ、契約書祭りとしては、初めてね、シリーズ入ってからの、入ってからやる契約書祭りです。はい。では行きましょう。9月分。さあ、どうだ。演出渋いね。最近ね、ちょっと、ガチャ引けてないんで、契約書で、いい選手欲しいところなんですけど、B ランク。何の演出もなかった。岩貞選手。そう、私立に入ってからまだね、S ランク選手引けてないんで、ビビるな。近藤選手。A ランク2人来ましたね。そう、私立のね、S ランク選手まだ引けてないんで、ちょっと今月の契約書祭り、私立の S ランク選手引くことを目標にやっていきたいと思います。いや、ちょっとね、もう、ガチャね、引きたいんですけど、ワールドスターとか、まあ、この間まで来てた外国人 OB とかのやつも引きたかったんですけど、さすがにアニバはね、ちょっとアニバまでには貯めておきたいんで、まあ、ね、いろいろ我慢しなきゃいけないんですけど、まあ、ってことで、契約書祭りで欲しいところである。さあ、20連目行きましょう。A ランク演出は来てるよ。お、割れた！割れたよ！割れたよ！ちょっと最近ね、ほんとガチャ引きてないから、楽しくなっちゃった。さあ、誰が来るか。おー、私立来た。二木選手。いや、嬉しいね。私立の雷。ようやく出会えたわ。おー、モイネラ選手。A ランク来ましたね。そう、A ランクは結構私立引けてたんですけど、ようやく来ました。二木選手の私立 S ランクですね。どんな能力だったかあんまり覚えてないんですけど、見た感じ請求型っぽいですね。ただ、あれですね、特訓とかしない状態でオール C なんで、能力はオール B 以上は期待できそう。ちょっと覚えてないな。はい、ところで、なんとか S ランク選手引きましたね。OKOKOK。ちょっとボックスいっぱいなんで、特訓していきます。では引き続きやっていきましょう。ゴールド契約書いきます。まあ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 、35枚もあるからね。まあ1人引けたとはいえ、もう1人2人来てくれれば、万歳ですよ。行きましょう。ゴールド契約書30枚目ですね。ここでね、ひらひら待ってくれればいいんだけど。お、長打。A ランク以上は来るかな？青来ないね。割れろ！ああ。さっきでもよく割れたな。近藤選手の A ランク。来たね。来るね、今日。これでも極みはできるんじゃないかな、近藤選手。ボルシンガ選手。ボルシンガ選手は来年残るのかどうかっていうのが怪しいですよね。ロッテ外国人3人解雇したんで。ボルシンガ選手ももしかしたらワンチャン来年いないかもしれないですよね。はい。ってことでゴールド契約書5枚いきましょう。5枚プラス、あ、5枚だね。5枚プラス、まあネクストスターもいっちゃいましょう。誰が来るか。もちろんネクストスターで、ね、ベイスターズが来てくれれば嬉しい。ネクストスター入れたせいで演出がよくわかんなくなっちゃった。青はこのゴールド契約書からの確定なのかはよくわかんないな。ネクストスターで S ランク確定してるんで。松井裕樹選手。違ったわ。ネクストスターの S ランクじゃなかった。松井選手来ましたね。おー、びっくりした。パットン選手。冷蔵庫殴んなよ。で、おー、島田選手。ちょっと近本選手っぽいね。ってことで、松井裕樹選手の S ランクゲットできました。そう、持ってるんですけど、極みで、極みで持ってるんで、まあ、称号に使うかもしくはミキサーかな、これは。でもありがたいね。ゴールド契約書から出てくれたのは嬉しい。で、ネクストスターで、S ランク、阪神の島田選手でしたね。確か総力が A だった気がする。なかなか早かったですよね。はい。ってことで、ゴールド契約書はこれで終わりなんですけど、次ですね、10% 契約書、1、2、
3、あら、特訓してきます。はい、ってことで気を取り直してやっていきましょう。もうレオン選手のね、特訓がはかどるわ。はい、ってことで 10% 契約書4枚ですね、いきましょう。さあ 10% 契約書4枚、1人は欲しいナイスランク。演出、安心させてくれ。演出、演出、割れろ。マジ？おお、シリーズ来たね。高橋選手、え、あんまりわかんないな。2人目、今宮選手、いいね。これはセレクションで当てたんで、プロスピセレクションで当てたんで、これはありがたい。3人目、ブラッシュ選手、いいね。ラスト、三島選手、いいね。オッケーオッケーオッケー、 A ランクはいいよ。何気にね、三島選手の A ランクずっと欲しかったんですけど、ここでようやく引けましたね。ってことで、まあ今宮選手も嬉しいですし、なかなか A ランクは良かったかな。ただ S ランクは引けずと。まあいいでしょう。今回 S ランク契約書がね、最後に控えてるんで、結構今回 S ランクの引きはいいんじゃないかな。行きましょう。30%。ポチッとな。まあ S ランク引けてるんで、やっぱ私立、もう引けてるとはいえね。欲しいよ。ちょっと演出渋いよ。ちょっと演出しっかりして。割れろ！マジか。島内選手。まあまあまあ、いいでしょう。うん。素材としては OK。うん。限界突破のストックとしては OK ですね。はい。ってことで、ここまで S ランク選手が2人かな？ネクストスター抜くと、松井選手と二木選手の S ランク引いてます。最後、確定です。スターロードの累計報酬 S ランク契約書。行きましょう。契約書祭りで引いてしまいましょう。9月分ラスト。さあ、私立引けるか。前回ね、誰だっけ？坂本選手か。シリワンで引けたんで。今回もシリワンでいいから、いい選手とかね、出てくれれば嬉しい。さあ、誰が来る？メルセデス選手。メルセデス選手。言えなかったね。ってことで、シリワンでしたね。はい。先発、ということで、請求型なんですよね、シリワンの方は。まあ、先発嬉しいんですけど、私立だったら嬉しかったな、もっと。私立、確かメルセデス選手、追加されてますよね、確か。そう。確か私立の方は9位型になってたんですよ。ちょっとそこだけ確認しようか。そう。メルセデス選手はね、私立もしかしたら9位型になるんじゃないかなと思ってたんで、A ランクストックしてるんですけど、あ、まだ S ランクで追加されてませんね。はい。そっか、ドスコイか。A ランクかな、じゃあ。A ランク、あれ ?A ランクにもいないな。B ランク。あれ、いないな。C ランク？あ、いたわ。そう、これか。C ランクで見ると、9位型ですね、そう。おそらく75かな ?9 位。になって登場するとは思いますね。はい。なので、まあ、私立で引ければね、使いたい選手ではありますね。はい。まあ、そんな感じで今回の契約書祭り以上です。とりあえず当たった S ランク選手、選手名鑑で確認していきましょう。まず一人目に引いたのがこちらですね。二木選手ということで、コスト28、先発適正 S と、9位76の B、請求78の B、で、スタミナも76の B ということで、いわゆる逆同値ってやつですね。そう、請求型と。いやー、これ9位型とかね、だったらめっちゃ欲しいっていうか使いたいんですけど、いや、これは強いね。いやー、ちょっとこれはね、まあ、でも吸収が4球しか。なるほど。ただ、ストックがね、あったかどうかちょっと覚えてないんですけど、確かなかった気がするな。そうだ、思い出した。確かどっかで77の同値だったんですよね。そう、9位と請求77同値とかだったかな。ちょっと忘れちゃったんですけど、まあ、そんな感じだったと思うんですけど、ちょっとこの私立使うかどうかっていうのは微妙ですね。請求型っていうのと、ストックがなかった気がする。どっかでもういっかなっつって、特訓に使った気がしますね。はい、そんな感じで1人目、二木選手でした。で、二人目に当たったのがこちらの松井幸選手ということで、コスト26、抑え適正 S と、9位78の B、請求59の D、スタミナ63の C ということで、9位型ですね。そう、この松井幸選手僕はね、極み状態で、まあ、使ってるんですけど、まあ、何がね、いいかって、先発ができるんですよ。そう、先発不足のね、僕のオーダーからすると、この先発適正 B っていうのはね、めっちゃありがたいんですよね。そう。まあ、でもシリーズ2の方はね、先発適正落ちてはしまうんですけど、9位ね、A に行くんで、おそらく。そう、A ランクの見てると多分ね、9位 A 乗ると思うんで、まあ、シリーズ2で当たればね、継承したいなと思います。
はい、ということで松井裕樹選手でした。はい、最後の S ラン契約書から出たのがこちらのメルセデス選手ですね。コスト27、先発適正 S と、976の B、制球77の B、スタミナ74の B ということで、制球型です。そう、まあ、シリーズ1もね、オール B で強いんですけど、まあ、制球型なんですよね。そう、先発欲しいんですけど、たまにリアタイとかで見かけるよね、ツーシーム。うん、強いんで、見かけるんですけど、ちょっとね、リーグオーダーで使うかって言われたらきついかな。うん、リアタイとかだったらまあ中継ぎで出してもいいと思うんですけど、ゲントス的にもね、ちょっとシリオンの方はまあミキサー要因に取っておこうかなと思います。はい、ってことでメルセデス選手でした。はい、そんな感じで契約書祭り9月分以上になります。まあ、今回のね目標としてはシリーズ2の選手ね引くっていうのが目標だったんで、まあ、そこはね達成できてよかったかなとは思いますね。そんな感じでこの辺でこの動画を終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは次のプロスピエス、また他の実況でお会いいたしましょう。じゃあね、バイバイ。